お疲れ様です。今日は最後こちら高回転リガポイやっていきます。さあ今日もねこちら新カードゴブリンシュタインを使っていくんですけども、ケトンも珍しくね、はい、スケルトンバレル入りのデッキというわけでこちら使っていきます。まあ今回バランス調整でスケバレがね死亡時ダメージが 9% アップしましたっていうので、まあタワーに届くだけで強制ダメージをねスケバレ与えますけども、まあそれが上がったので、まあ結構無視しづらくなったというか、まあ今まではスケルトンバレルタワーに届きました、ウッドで処理とかねザップで処理みたいな、タワーに届いてからまあ対応するだけでもよかったんですけど、タワーに届くだけでちょっと痛いので、なんかまあタワーに届かせない努力がね必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ本当ややではあるんですけど、はい、やや今までよりも痛くなってるって、これねタワーに届くだけで価値がある。そうで、ここにこれなんですよ、大砲とかを使わせられると、これね端前からゴブリンシュタイン行くだけで勝てるっていう話です。言ったらまあ大砲枯渇みたいな感じね。よいしょ、はい、これで、はい、フランケンが硬すぎ強すぎ、気づいたら1000ダメージ与える、簡単やないですかっていう、はいこれね、このデッキの強みです。一発、うん、スケバレね、やっぱタワーに届けたくないんですよみんな、まあ、だからこそ大砲、まあ、ユニットを対応してきたのをさ簡単にしばけますよっていう話ね。お、入ってるわ、熱。俺もこのでもフランキン嫌なんでちょっと痛えな、痛えな、怪物。ここに大砲を使うとエレジャイの処理がだるいよっていう話ね。だからもう大砲枯渇デッキ、まさかのねちょっと新しすぎるんですけど、はい、まあそれぐらい今は大砲が活躍できます。よいしょ、スケバレにも使える、ゴブリンシュタインにも使える、まあそれ以外にもトリマ使えるっていうのでね、はい、後ろから出していきますか。で今一応ディガポイなのでスケバレは届けば楽なんですけど、まあ届かなくても最悪他で補えたりもします。まあディガポイや、あとは何フランケンね、この周りで戦えるんで。これ痛いな、ビリビリくる、勘弁してくれ。スケバラはまあ届けばラッキー程度、なんかこれをさトルネコエグい、あ、え、意味ないやだ、強っ意味わからんぐらい強えや、はい、フランケンで気づいたらポイズン圏内、まあ、あんまりあんま分かんないんですけど、まあ、フランケンの盾、フランケンゴブリンシュタインのモンスターね、モンスターにタゲを取らしてその間にディガーで削るパターンもあるし、別に逆だっていいんですよ、ディガーを先に飛ばしてモンスターを延命してモンスターをタワーに届かしてビリビリのダメージで稼ぐのもあります。てかバルカンだな、さあ元プロね、俺めっちゃ好きだったんだな、なんか一緒にフレバトとかをしたりね、共にねプロ時代を歩んだ友です。これもはいいや本当にこんなんでいいんですよ、よくねえだろうな、あのフランケンだけで強いんだね、はい、これでちょっと相手からしたらうわー何そのダメージってなるんで、スケバレー、いやディガーに大砲使ったかこいついやでもマジ大砲枯渇すぎる、クエクエだな。お、いやいや、スケバレー飛ばして大砲使ったら端前に怪物出すだけっていう、あーお互い様なんだよ実は。いやー勘弁してちょ俺も大砲が足りねえわ、相手だけじゃないっていうね。でこうなった時の、まあ、怪物を後ろから出してみたいな、ちょっとロケ砲も嫌だしな。
やでもスケバネ落下、いやもうこれに価値があります。よし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 、嬉しいね今のは。まあ、ネチネチ削っていくか。さすがにトレネとかはないと思うんだよ。やべ、いや散った。なんか今回の相手あれだね、ロキオーム博士もいるんか。よし、クエイクはない。ロケットかライトニングとかね。でもファイボだったわ、そういえば。ファイボってやだね。はみ出ろはみ出ろ。このファイボなんで避けちゃえばいい。さあ、あのフランケンが嫌なんだよ。お互い様。俺これキング起動とかいうものがさできてないからこうなります。一応ビリビリなんか事故らん。アイス飛ぶ、あー微妙だな。怪物一応来た。ワンチャンありそう。もう行くしかない。おつい行くしかない。いや、ファイブ間に合わないですよ。よし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 お互い大砲が3つぐらい欲しい試合だったわっていうね。いや、大砲不足することあんだな、こんな高回転で回んのにっていう時代でさえ。いや、でもスケベルタワーに届くだけで200ちょい削れんのか。15レベルだと200ってだいぶでかいよね。その後にもね、相手はコスト使わないといけないわけですから。よし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 、いいね。スケルトンバレル、メガナイト復活ぐらいにしか使われなかったけど他のデッキに使われるようになってくるかもね。フェニー、いやもうこれで200ダメか。おお強いね。しかもトルネを使わせられる。大砲を使ってくれればな。雑にゴブリンシュタインでいけるんですけど、まさかの嫌な感じ。エリゴレ？エリゴレですか先生。まあエリポンゴーレムもあるっちゃあるっすね、この感じは。まあこれトルネとかあると思うんで、行っちゃってなんかやりにくそうじゃない。トルネレイジね、インキもしてダメージも稼がしていただいて、大砲置いてウッドで、いやビリビリやばい。ちょマジ危ね。ウッドでギリ耐えたか。これ相手のニコス美味しいっすよね。わあトルネレイジか、ちょっとやだね。いやいい、スケバレは一応ね禁忌されるんで、これディガー飛ばすと相手にもう一枚ぐらいコストを咲かせられそう。まあ破裂ダメが痛いからこそ相手はねスケルトンバレルにフェニックスとかを裂いてくれるよっていう話ね。
まあ後半これぐっちゃぐちゃにされるかな。生きて帰れるかな。まあ端前出すだけでも強そうだけど、まあ別に後ろでもいいか。アイスピ削りとか言っちゃって、うわうざそう。これ許容なんだ。ヒーラーまずいな。めっちゃ回復されそうなんだけど。いやーこれやばいな。やばい。ちょマジ、なんか襟これヒーラーがまずい。勘弁して。おお、トルネでなんかさ、私の博士が行かれちゃうよね。ここに来てサイドチェンジなんてものも多少あったり。勘弁してくれ。エリゴレか。いやライドラはね別に弱いんだよ、それだけは伝えたい。いやー全然右の方が削れてんだよ。さすがにレーザー良くない？これ溶けるんじゃない？ほぼ。ナイス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 。思ったより溶けたわ。スケバレの落下に価値がある。ビリビリ大砲を増やす。アイスピもある。ビリビリ、じゃライドラだけ。おお、え。守れるもんなの。さあポイズンウッドで、まあ、ライドラマジで今回に限って厄介だったんですがよ、結局ねゴブリンシュタインのスキルで仕留めれますから、まあ、ちょっとトルネード厄介だったですね。攻めトルネードで白星をこう引っ張られたりモンスターの位置を変えられたりすると、まあ、ちょっと大変でしたけど、まあちょっと大変だったよなっていう、ただそれだけ。めちゃめちゃ強い。で気づいたらなんかモンスターとあとはディガーとスケバレでなんかね相手のターン200とかになってたんで、よいしょよいしょ、守るのは大事ですよねと。おお、いやこれでさ大砲使うと怖いんですよ。そのラムライダーが飛んできたり、そうね、こういうのが来たりするんでっていう話ね。で今まで感覚で雑に大砲使ってるとね、ちょっと怖っ。すごいクリア来すぎだろ。さあアーチャーギャングコウモリすごいな。何か足前からユニット出さなきゃいけない病にかかってんな。まあ MK ですかね。メガナイト。もじゃもじゃね。まあ後ろから博士を出すだけ
いやーこれ大砲美味しいんじゃね。結構いって、ボム？まさかのね。すごいな。いやなんか相手も同じなんだよ。もうスケバレに大砲使わして。まあ、なんなら使わなかったらスケバレの落下ダメージ入るよ。あとは端前からゴブリン下に出すよっていう。なんか本当に、こんな戦術が増えるんだ。おもろい環境だね。いや、ボムタワーなんか、あんま許せないな。よっ。対応先置いちゃおうかな。フランケン。ここまでこれ飛ぶ。だ相手ディガーとかがないかもね。もしかしたらディガーないことあんのかな。なさそう。やばい、こっちにそんなカード使いたくなかった。でも、リガーないならもう、やばい、これで逆サイ端前フランケン。なんか嫌な戦い方が増えるね。大砲大事すぎんこの時代。大砲こんな時代くんだな。シンカーチャコウモリ何だねけど、なんかおもろいな。いやー大変やこれ。カオスやちょっと。すごいなんかセパセパ。守れば勝ちなんだろ。結構楽な話じゃない。あれで削るのに限界あるだろこれ。大砲いっぱい置いて。すごいな。めっちゃもじゃもじゃしてんだけど。大砲いっぱい置いて、オッケーオッケー。すごっ。なんだそれ。いやなんかしたいことはマジで同じっすね。本当に。スケバレで大砲使わしてフランケン刺す。フランケンに大砲使わしてスケバレ刺す。やべえデッキだな、それ。まあでもこれで成り立つのがフランケンっすね、正直。フランケン。なんだっけ、おい。ゴブリンシュタイン。ややっこいな。もう、高回転大砲じゃなきゃ逆に勝てないくらいな、なんか。すごい魅力を感じます、大砲に。よいしょ。おー、まあドリルとかかな。まあ、大砲使ったよねっていう。大砲使った？端前フランケンすればよかった。お、入れちゃいか。こういうことね。
マジチンパン、チンパン攻めめっちゃ強いぞこれ、おい、えぐい、これやばい、卵がちょっと嫌だけどみたいな。これで1000稼いでんのか、話が早いな。次よ深海スピやばない、俺最近深海スピの評価ものすごい高いんですよね。まあ高回転デッキにマシ、何にでも入れれる、進化最強クラスだと思ってます、はい、実際のとこは知らんけど俺の中では。はい、一旦耐えのね、さすがに逮捕あれば止まるよね。ま、なんすか変な攻め。おお。すごかった今相手の攻め。まあこうなってくるとなんかこういうね。逆サイドリームみたいな、最強ね。深海スピン評価バカ高いんで、エルシャイなんか弱そうだな今シーズン。どうなんだ、一定数は増えるか。後ろから普通に出すだけでも強いですからね、こいつチャンピオンサイクルあるんで。もう一回ビリビリがいけんのかこれ、入ってんのかなあれ。入ってんのやばすぎるだろ。これで攻めが成り立つもんな、やばすぎる。大半置いて進化アイスピがたまる、ディガーで削る、足前からフランキン行く、スケバレも行っちゃう、大砲使わなきゃね、かわいそう。でこの進化アイスピで止まる、ウッドでフェニックスもいなくなる。やばいな、俺無限にこう攻めてるだけなんだろ。で後ろから進化アイスピで回す、気づいた中で、ね、突破されたりするんだろうね。まあでも全然進化アイスピで負け筋はこのポイ進化ボンバーね、はい分かってますよ。そんなビリビリでさよならするトレーン使った、よいしょ、ポイズン剣、おじいじん、いいな。橋前からフランケン出してスケボレ出してディガー飛ばしてを繰り返すだけのゲームだ。いやアイスピー、アイスピーだからこそ成り立ってるかもね、深海スピーの防衛が硬すぎるよ。まああと今日何回か当たったかな、ロケットホースやアーチャーかな、なんかそこも評価が上がったというか、その環境に良くなったかな、そのボイドがね加砲されて、あとは柳雨も今なんか少ないんだよな、普通に高回転のポイズンウッド系のデッキが流行ってるからだと思うんですけど、ファイブウッドとか、そうだから
なんかまあ環境で見るとアーチャーやロケット砲士が行きやすい環境になりました。まあなんかまずいね。多分スキル使ったらすげえカウンター来そうだけど、全然来ねえ。全然来ねえパターン。なんかペッカーを警戒しちゃったっすね。え？いやちょっと様子見のね。やばい。あっあった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 。相手のね、まだ今立ち回りをね。あ？そこは来るんやな。ペッカね。まだ今相手のこの出方をね、伺ってます。君は、端前ペッカをやるのかどうかとか、ね、同サイブッパなのか、両サイドで来んのか、読みザップをしてくるのか、今分析段階でさえ、分析完了グッドゲームです。守れるかな？マジやちゃー、ちょっとやだな。やだな。何を届けるこれ。エレキとかもなんかいい位置に出されたらビリビリ届かねえし。おいしくね。やべ、お悲しい。増えろ増えろ。まあ、ヤナアメね。おわ、いい話だな。ヤナアメともう一枚なんだろう。よし、ね、ザップか。あ、マジアチャにポイズンとの弊害出てる。そろそろ呪文削りきそう。来ねえのかな。来なきゃワンチャンあるが。ポイズンウッドの弊害が。ワンチャンありそう。許容できる。あ、弱えな。何してんだ、ビリビリ。ワンちゃん、エレキ高め。おい、うまっ。え、いや、ちゃっちゃポイズン打たれてたら負けてんだろうな、多分。ファイブ、ポイズンねえのか。ヤナアメザップとかか。おお。なんでだよ。どういうこと？まあなんか後半のね、最後の爪の部分もちょっと強いかもな。スケバレー、ポイズン打っとうみたいな、もう無限に攻めれるやん。チャンピオンサイクルも1割し、ね、さあコカッちゃん、いや、このスケバのラックダメでいけー。正直なんかまあゴブリンバレルの受けがちょっと少ねえぐらいか。なんかもう適当に飛ばして、あ、姉妹プリンとかもケアすんのやだしな。
大きいね。こいつのさ処理方法の正解何？これしかないんだけど。ああ、まあいいやつ買ってくれるならいいんじゃない。まあ2コス使う必要もねえか。痛いな、一体だけ優秀なやつがいる。これルート強制したら寄らなそう。ギャングもないから落とされないんじゃね。うわでけえ、これ200ダメ。一応ケアして、いやそんな若くねえな俺。まあ俺は仕方ないよね正直。ワンチャンいかん？いかない？いかない？え？え？これそう。めちゃのし。じゃあ全然左攻めたのに。あれ？どういうこと？寝てる相手多いな。みたいな、みたいなこともあるらしいよ。ラッキー。全然この新カードを使ってなかった。ただのスケバレディガポイ。さあビリビリもありますよと。悪いヤリング。日本語って難しいな。ってことで高回転ディガポイね。もし負けなかったな。めっちゃ強かったっすさこれ。スケバレ飛ばして端前フランケンして深海スプレー守りまくるだけのね。はい、こちらのデッキ皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと今後もお知らせで明日もね。